まだ提出してなかったっけ。三医師異国に向こう、その次は何だったっけ。今週の宿題はまだ提出してなかったっけ。絶妙な発明を思いついたけど、紙が小さすぎて全部メモできない。三医師異国に向こう、その次は何だったっけ。絶妙な発明を思いついたけど、紙が小さすぎて全部メモできない。今週の宿題はまだ提出してなかったっけ。絶妙な発明を思いついたけど、紙が小さすぎて全部メモできない。
ちは。今日も猫ちゃんたちと遊びに来たんですか？あれ？新しいお客様ですか？いらっしゃいませ。あ、遊ぶために連れてきたわけじゃない。今日は特に変わったことはありませんでしたね。すごく穏やかな一日でした。ちなみに親切さんは何を気にしてるんですか？あ、なんでもない。新しい実験が周りに影響を与えてないかどうかを確認したかっただけみたい。なるほど。それなら本当に大丈夫ですよ。安心してって伝えておいてください。まだ仕事がありますので、もう失礼しますね。うん、ありがとう。三医師異国に向こう、その次は何だったっけ。息抜きっと。三医師異国に向こう、その次は何だったっけ。息抜きっと。三医師異国に向こう、その次は何だったっけ。あなたって意外といい加減なことも言えるんだ。さっき話してた新しい実験のことだね。別に嘘じゃないでしょ。週末のアンカーの異常は親切姉さんにとっては新しい実験みたいなものだしね。これから悪党になったとしても夢追い人はちゃんとやっていけそうだね。褒めてるんだかけなしてるんだか。でもさっきから気になってたんだけど、親切さんの職業って一体何？権力を握ってるように見えるんだけど。権力ねえ、親切姉さんが権力を持ってるというより、
データ研究所が大菓子にとってかなり重要だって言った方が正しいと思う。ここのみんなは一つの世界の泡で暮らしてる。このビルを出てから車で3時間もかからないうちに世界の辺境にたどり着けるの。こんな環境だと町を維持するためにデータの海から入手できる万能な材料、根源物質ばかりに頼ってしまうんだ。あ、根源物質の性質はどっちかといえば私たちが老朽で見た回収と似てると思うよ。何？そっちも恐怖を集めてるの？違うよ。でもデータの海から取り出して加工した根源物質はプログラミングっていう形で世界の泡にある任意の物理材料に固化できるの。そういう万能性が似てるんだ。根源物質を直接パンやクッキーに大量変換する方法とかは開発できなかったけどね。なるほど。石油みたいなものだね。石油？そうだね。地球の根源物質だとでも思っておいて。そう考えると私の体もそういう根源物質でできてるのかな。難しい質問だね。普通の物質に変換された後は根源物質自身の特徴は消えちゃうから、いずれにしても今までの経験から話すと普通の人間と私たちには生理的な違いなんてないはずだよ。なるほどね。じゃあ私があの終末のアンカーを起動させられた理由はそれじゃないんだ。答えのない問題をこれ以上考えても意味はないし、よし、調査を再開しよっか。晴れた日はたまにお日様とおしゃべりしたくなるね。絶妙な発明を思いついたけど、紙が小さすぎて全部メモできない。息抜きっと。三意志異国に向こう、その次は何だったっけ。変わった場所に行ってみたいってたまに思うけど、宿題があるから残念だな。こんにちは。そういうわけじゃないけど。変わったこと？いや、聞かないな。それなら何か超自然的な力とやらにこのチラシを全部お札に変えてほしいくらいだよ。ん？超自然的な力？お札？何か思い出したの？違う。何か変わったことがあれば2日くらい休めると期待しただけなんだ。今日の彼は少し様子がおかしいような。今週の宿題はまだ提出してなかったっけ？
外の世界にとって世界の泡は一つの盆景なのかな。糸の夢へようこそ。何かお力になれることはありますか？なるほど、親切さんの実験でしたか。こちらは特に何もありませんが。何？何か心配事でも？いいえ、先ほどこちらの方を夢追い人と呼びましたね。その呼び名を聞いて少し感慨深いと思っただけです。感慨？ええ、エリシウムの神話をご存知ですか？その伝説には時間を遡ることができる選ばれし者たちがいて、彼らは夢追い人と呼ばれていたそうです。伝説によると、夢追い人は一人の夢に潜入し、もう一人の夢から浮かび上がることができる。彼らはそういう手段で歴史上のあらゆることを観察したようです。夢追い人、今の話知ってる？初めて聞いた。大丈夫ですよ。神話というのは食後の話のネタのようなものですし、深く考える必要はありません。ですが、皆さんが興味を持ってくれたなら、古い雑誌をお貸しできますが。平和な安価、幸せな時間、アンカラジオと一緒に楽しい毎日を。犬を飼われている方は、愛犬が逃げないように散歩するときは必ずリードから手を離さないでください。ニュースをお送りします。シカゴの抗原物質抽出装置の新型開発がテスト段階に入り、データの海での単独探索が実現しつつある。この研究はデータ、ダメージ、私だけ。わからないけど、うん、少しブラブラしよう。親切のプロジェクトだと。スイートさんの料理を食べて欲しかったな。変わったことですか。あ、クリームは一パックなくしたみたいなんですけど、それはどうでしょう。開封済みのクリームがどこかに置かれてしまったみたいで見つからないんです。それはお店の人がうっかり忘れて、そのミスを認めようとしてないだけなんじゃ。そんなはずないんですけどね。決められた位置に置くようにってちゃんと教えておいたのに。誰かが盗み食いしたとか？それはないと思います。クリームだけは盗み食いする人なんていませんよ。下の階にあるブックカフェの猫じゃあるまいし。ところで、この猫ちゃん用のご飯をアンジュさんのところに持って行ってくれませんか？お礼としてスイーツをご用意します。絶妙な発明を思いついたけど、髪が小さすぎて全部メモできない。親切のプロジェクトはどうなってるのか。店からクリームが消えたのって変わったこととは言えないよね。うん、スイートさんもたまにうっかりしちゃうから。でも彼女が話してたユーウン先生って夢追い人の先生なの？うん、そうなの。私たちの先生で
データ研究所の所長なんだ。ただ先生はよく出張で出かけてるから、普段は親切姉さんがデータ研究所の日常的な作業をまとめてるの。へえ、なかなかいい人脈作りをしてるね。まあいいや、本人にそんな意識がなければこの話をしても意味がない気がする。でも考察任務のこともあるから、ぜひその先生を私たちに紹介してほしい。もちろん大丈夫だよ。でも先生の出張はいつも長いから、1年間18ヶ月のうち12ヶ月も研究所にいなかったりするんだ。というか世界の泡にいないこともあって。待って、今なんて、1年が18ヶ月。18ヶ月に何か問題でも？落成の1年は18ヶ月だよ。1年は668日か669日だもん。あ、わかった。地球の1年は300日間くらいだから、1年に18ヶ月もない。そういうことかな？もちろん、1年は12ヶ月。全部で365日か366日。なるほどね。じゃあ夢追い人が落成での自分の年齢を口にしたら、みんなに子供扱いされるんじゃないかな。年齢も時間を表す数字に過ぎないよ。それに生き物が成熟する年齢はその惑星の公転周期で決まるという理論もあるし、とにかくスイートテイストも異常なし。もし668百貨店にも異常がなければ、私たちが引き起こした週末のアンカーの減少は周りの人たちの生活に影響を与えてないって言えるね。それなら何よりだね。初めて来たとはいえ、こういう賑やかなところは好きなんだ。普通の商業施設だと思うけど、まあ気に入ったならそれでいい。どうやらコラリーとヘリアの故郷も面白いところみたいだね。それはどうだろう。でも今は雑談してる場合じゃない。ここは急いで親切さんの任務を終わらせて時間通りに集合場所に行った方がいいと思う。確かに。今週の宿題はまだ提出してなかったっけ。どこに行こうかな。外の世界にとって、こんにちは、ようこそ668百貨店へ。でも今日店で何か変なことが起こってたりしない？あなたに聞いてほしいって親切姉さんに言われたの。お待ちください、データベースを確認します。本日データ研究所の基準から見て、大岡市内の全ての668百貨店で異常は発生していません。ですが特筆事項として、親切さんの質問をシステムにアップロードしました。これから668百貨店に異常が発生した場合、システムの方で関連情報をデータ研究所に送ります。よかった、ありがとう。でもどういたしまして、こちらは本日の割引券です。またのご来店をお待ちしております。三医師異国任務。ところで今あなたたちと話してたのは人工知能？そうみたいだね。デモの話？彼女は分散型モデルで、厳密に言うと668百貨店の店員はみんな彼女なんだ。あなたたちの世界の泡ってやり方が贅沢すぎるよ。まあいい、一部分からでも物事の全貌を推し量れる、その根源物質とやらがあなたたちに何を与えられるのか大体分かったよ。ただの世界の泡だけど、地球があなたたちを羨ましいと思えるほどの価値があるみたい。雑談はここまでにして、急いで市民ホールとやらに行って少女たちと合流しよう。今週の宿題はまだ提出してなかったっけ。
三医師、異国に向こう、その次は何だったっけ。私だけよく野良猫にスリスリされるみたい。理由はわからないけど。親切姉さん、こっちも着いたばかりだよ。どうだった？店の周りに何か違和感はなかった？ううん、全然。強いて言えば、スイートテイストのスイートさんがクリームをなくしちゃったんだって。彼女自身がうっかりなくしたっていう可能性もあるけどね。やっぱりこっちも似たような状況だったよ。あれ、小弱は一緒じゃないの？うん、彼女にはもっと細かい調査をお願いしたの。私たちとは全然違うやり方でね。彼女をもっと頼るべきだ。あなたは、小弱の放棄の声かな。もちろんだ。私はコラリーと琥珀街の状況を調べているが、そちらの進展も把握している。みんなと同じで、琥珀街でも何の進展もなかったよ。いや、進展がない。それもまた一つの進展だ。そう？誤解しないように。私も今はまだ具体的な結論を出せない。だが私は小弱のことを信じている。私もだよ。小弱って一体何者なの？前はそんなにすごい人に見えなかったんだけど。いい質問だね。小弱のお仲間さん、誰がその件を説明するべきだと思う？そちらに任せよう。私の視点から話すと偏りは避けられない。分かった。ちょうどいいし、ここの展示を利用して夢追い人に歴史を勉強してもらおう。ここに展示されてるのは、100年前に大岡市が作られた時の歴史なんだ。大崩壊の前夜、固有世界の落成はすでに危険な状態に陥っていた。
そんな状況の中、大崩壊の力を巧みに利用して、崩壊の影響を受けない世界の泡を作って、そこで人々に平和に暮らしてもらおうとした、ある志願者たちがいたの。うん。歴史の先生はそう教えてくれた。つまり、その力が、そう。非公式の記録では、その力は影の呪いと呼ばれてる。え？彼らの話によると、100年前の桜花では、影は恐ろしい存在で、大崩壊が具現化したものだったらしいの。まさか、老朽って。判断を急がないで。非公式の記録では、大崩壊に対抗した奇跡は、少数の人たちによるものだって書かれてる。彼らが犠牲になったおかげで、新たな桜花市は外の影響を永遠に受けなくなった。でも、7人の偉大な存在が私たちを大崩壊から救ったっていう話よりも、数えきれないほどの普通の人間が力を合わせて、私たちの文明があの危機を乗り越えられるようにしたって、みんなはそう信じたいの。例えば、そう。ヘリア、あなたたちの星にも、造物主や救世主のような伝説があるよね。そういう存在に対して、違うスタンスを持つあなたの同胞を思い出してみて。きっと、私の話を理解できるはずだよ。確かに理解はできる。ただ。ただ、状況が違う。私たちの故郷には、生きてる神がいる。協力プレイのゲームで彼女の惨めな戦績を確認することさえできる。地球の状況は確かに特殊だよ。地球の神の話を置いておくとしても、崩壊獣、律者、ましてや崩壊病、それはもしかしたら地球特有の現象かもしれない。確かに馴染みのない言葉ばかりだね。かつて私たちを悩ませた惑星の大崩壊の話をまとめると、すごく単純だよ。100年以上前のある日、惑星の学者たちは固有世界がダークエネルギーにゆっくりと引き裂かれてることに気づいたの。その原理は不明だけど、不可逆的に世界がデータの海に沈んでることが分かったんだ。当時の人々が行動しなければ世界の結末は目に見えてた。何せ、すでに沈んだ部分は全部、根源物質と乱れたデータになってしまってたんだから。世界の泡にとって、それは間違いなく終焉。でも、彼らがすでに大崩壊を経験してるなら、まさか、かつてのデュランダル先輩が成し遂げたように、誰かがここを完全に安定させたの？待って、今、7人の偉大な存在が私たちを大崩壊から救ったって言ったよね。その話の中で彼らはどう成し遂げたって語られてるの？わからない。私が見てきた記録はどれも曖昧で、だからこそ生死と比べて信憑性が足りないんだ。でも別の面から考えると、そういう人が確実に存在してたとしても、彼らを一般人として見ることはできない。話によると、失われた随筆の七術一方にはこう記載されていた。大崩壊以前の年代で、その七人は術として、すでに誰もが知ってる存在だった。桜花市が作られた当初は、彼らを立ち去った人神と呼ぶ人もいたんだとか。術？法は明らかなるにごとくなく、術は現るるを欲せずの術だよ。その7人は具体的な人間というよりも7つの手段って言った方が正しいと思う。大崩壊に対抗する手段ってこと？ううん、それは彼らの本来の責務じゃない。彼らが術と呼ばれるようになったのは、恐怖に関する影の呪いのせいなの。まさか少女は？うん、その記録の中で、少尺という人物は、七術の一員だった。しかも、それだけじゃなくて、彼女の術としての手段は、欺瞞だったの。彼女が欺ける対象は、物理法則まで含まれてるんだ。あなたたちが話す記録はよくわからないが、
少弱が欺瞞の術であることは間違いない。私が器具の術と呼ばれるのと同じだ。こういう呼び方は有名無実だが、どうやら伝説も何の根拠もないってわけじゃないみたいだね。狂楽、純子、結合、破棄、巨眼、器具、欺瞞、最後の二人とはもう合ってる。